失恋はね、起きる前に脱げる環境にするというのが試着の方法、合わない靴っていうのはだいぶ排除されていくんじゃないかな。この動画を見ると正しい靴の試着の方法がわかります。今回のお悩みです、はい、娘が試し履きをして購入した靴でも、実際に履いて外出するとすぐに靴ずれを起こすので、選び方をアドバイスできればと思い検索したらたどり着きました。なるほど、ということです。はい、はい、ありがとうございます、はい、どういう靴なのかにもよりますよね、まあ、お母様が検索されるっていうことだから、うん、もしかしたら高校生のローファーなのかなと思ったり、うん、もしくは、まあね、大学生になりたてとかで、まあ、パンプスとかあんまりうまいこと選べない、うん、初めての靴みたいな感じなのかなとも思うんですけど、はい、まあ、今回じゃあパンプスだとして、うん、っていう風にしてみましょうか、はいはい、そうするとですね、まあ、すぐ靴ずれを起こすと、うん、まあ、靴ずれはね、起きる前に脱げる環境にするっていうのがまず鉄則なんですよ。おお、なるほど、うん、これ革靴だったらですけどね、合皮だったらまたちょっと違いますけど、うん、要するに、ね、明日から履ける靴っていうのは緩い靴というのが、うん、あの基本なので、うん、靴ずれが起こる前に、靴が脱げて、で足をちゃんと解放してあげられるような環境で慣らし履きというのが必要になってきますね、うん、それも怠っちゃうともうすぐかかとなんかずるむけになっちゃうことがあります痛そうですねそうでもほら、いい靴って硬いところは硬く、柔らかいところは柔らかく作られてるから、うん、かかとなんかはもうめっちゃ硬いんですよ、うん、うちの靴もすごい硬いじゃないですか。はい、硬いですね。あれはやっぱりそのね、体の一番下にあるからそれなりの強度が必要なわけで、うん、でかかとっていうね、体と足をジョイントしている部分をちゃんとしっかり支えるっていう意味では、あのものすごく硬い芯が入ってるんですよね、うん、だからそれがね、まあ、抜いてしまったような靴とかもありますけれども、それだとね、まあ、自力で体を立たせるしかなくなっちゃって逆に疲れるんですよね。うん、だけど硬いからやっぱり、うん、ずるむけしやすいと。なるほど。なのでそこはちゃんとなじませてね、慣らしてね、それから履くっていうのがまず鉄則1だと思います。はい、うん、でさらに言えば、基本的にね、その木型の選び方、まあ、木型というかサイズですよね、うんうん、とあとは試着の方法、うん、試着の仕方間違ってることだし、うん、さらに言うと、あ、この靴足に合ってるわっていう感覚、うん、それさえもう疑ってかかった方がいいというスタンスなので、はい、まあ、この3つ全部間違ってる可能性もあるよということなんです、うんうん、でこの中で、まあ、これ皆さん、あの万人共通でできるかなというのが試着の仕方なんですね、うん、これも間違えなければそこそこ合う靴っていうのを選べるようになってくると思います、うん、はい、それはね、もう記事とかでも散々書いてますけれどもね、はい、まず靴を履いて、はい、履いた状態でかかとを上げます。かかとを上げる、うん、つま先立ちをするということです、うんうんうん、でこの時にちゃんと足のかかとに靴のかかとがよいしょとくっついてくれば OK。この時点で抜けちゃう靴っていうのもあるんですよ。スポンってね、結構ありそうですよね。ありそう、うん、でここで脱げたらもうそれはね、試し履きする価値がないっていうふうに判断していいと思います、うん、はい、でここでかかとにちゃんと靴がついてきたと、うん、なったら次は往復散歩って、あ、3回って言ってますけど、うん、まあ、できれば3分ぐらいはぐる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 歩いてほしいんですよ。3分、はい、あ、意外と長いかもね、うん、うん、2、3歩ぐらいしか下手したら歩かなかったりしますね。それじゃ分かんないです。いや、やっぱり靴は歩けてなんぼなので、うん、あの止まった状態ではその靴に対する適切な評価はできない。なるほど、うん、歩かないと分からないです、うんうん、だから歩いて、うん、そうね、まあ100歩でもいいわ、うん、3分とは言わず、うん、で歩いたらそこでもう1回つま先立ちをする。おー、はい、ここでまたかかとがパカッて外れるか外れないかというのをチェックする。うーん、最初はね、かかとがちゃんとついてきたのに、はい、2回目上げたらかかとが脱げたっていう靴があるとするじゃないですか、はい、それはね、じゃあ何かっていうと、うん、歩いてるうちに靴の中で足が前に滑っちゃったってことなんですよ、うんうんうん、はい、だから結論から言うとまだ緩い靴なんですよということです。それは緩い靴ですよということなんですよ。なるほど、うん、その目安としてね、この
3チェックです。つま先立ちして3分歩いて、でもう1回つま先立ちするで、うん、この3つをセットでやっていただけると、合わない靴っていうのはだいぶ排除されていくんじゃないかなと思います。はい、なるほど。やっぱり大事なのは間違ってる可能性が3つあるよということなんですよ、うん、まずは着型の間違い、そして試着の間違い、で足に合うという感覚の間違い、この3つのどれなのかな、どれかが間違ってるから、もしくはどれかとどれかとどれかと全部間違ってるかもしれないけど、それが間違ってるから靴ずれが起こってくるんですね、うん、はい、このあたりもう一回見直したらいいんじゃないかなと思います。選び方の参考にしていただければ、はい、どんな靴を選ぼうとしてるかも、そうですね、また、ね、追加で教えていただければ、はい、もうちょっとお答えしやすいかなと、はい、詳しくローファーかもしれないですしね、はい、バレーシューズかもしれないですしね、そこら辺でやっぱりちょっとまたポイントが変わってきますので、はい、ぜひ教えてください。はい、それでは今回はありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルは足が痛い、足に合う靴が見つからない、むくみや冷えを解消したい、そういう女性のためのチャンネルとなっております。チャンネル登録と高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。